2021年4月5日、とある車両が廃車改装された。その車両は、105系500番台 SW4 編成。この SW4 編成は、2021年2月1日に SW9 編成が廃車改装されてからはこの編成が、105系500番台最後の編成として、3月13日のダイヤ改正まで走り続けてきた。今回は、この、105系500番台 SW4 編成の歴史について語っていこうと思う。1970年12月、汽車製造でとある103系1000番台が誕生した。その車両はモハ103、1007、モハ102、1007である。モハ103、1007、モハ102、1007は、マツと電車区の所属となった。モハ102、1007、モハ103、1007は区派103、1003たちと編成を組成し、103系1000番台第2編成として千代田線、常磐線で活躍し始めた。しかし、千代田線との直通運転を開始すると、とある問題が発生するようになった。103系1000番台の消費電力が電気コチョット制御車の英断6000系を上回ってしまい、線路使用量に格差ができてしまった。さらに、抵抗器からの排熱によって、トンネル内の温度が上昇。そのせいで、オーバーヒート支障が焦げてしまうなどの問題が発生。これらの問題を解消すべく、1984年、203系が登場。次々と、103系、1000番台を置き換えていった。203系の登場により、モハ103、1007、モハ102、1007は、マツと電車区から去っていった。廃車にするにはもったいないので、105系に改造した上で、旧型国電を置き換えることとなった。モハ103、1007、モハ102、1007は名古屋工場で、105系化改造を受け、105系500番台となった。車番をモハ103、1007、モハ102、1007から区モハ105、506、区派104、506に変え、塗装もクリーム1号に朱色3号の帯が入った若3色となった。モハ103、1007、モハ102、1007改め、区モハ105、506、区派104、506は奈良運転所の所属となって、和歌山線、桜井線、奈良線などで活躍を始めた。1987年4月1日、日本国有鉄道が分割民営化し、JR 西日本が誕生した。JR 西日本の所属となった、区モハ105、506、区派104、506は引き続き和歌山線、桜井線、奈良線などで走り回った。1994年、和歌山線、桜井線運用に105系を集中させるため、奈良線の105系運用が廃止となった。奈良線では2両を3編成連結した6両の105系も見られた。1997年、奈良運転所の所属だった、区モハ105、506、区派104、506は新和歌山車両センターに転属した。新和歌山車両センターは後に、吹田総合車両所、姫野支所新在家派出所となった。JR 西日本は2010年から2016年にかけて、105系の塗装を和歌山地域統一色に変更した。区モハ105、506、区派104、506も塗装変更したのだが、和歌山地域統一色ではなかった。区モハ105、506、区派104、506は2016年3月1日から大河ドラマ、真田丸のラッピングをまとって走り始めた。真田丸ラッピングとなった、区モハ105、506、区派104、506は橋本と高野口で出発式を行った。この真田丸ラッピングは2016年12月まで走り続けた。真田丸ラッピングでの運行期間を過ぎると区モハ105、506、区派104、506は他の編成と同じ和歌山地域統一色に塗り替えられた。和歌山地域統一色となった、区モハ105、506、区派104、506は和歌山線、桜井線、紀勢本線で活躍を続けていた。が2019年。和歌山線、桜井線、紀
西本線に新型車両227系1000番台が誕生した。227系1000番台は徐々に105系を置き換えていった。そして2019年9月末、105系500番台が和歌山線、桜井線の定期運用から撤退。10月13日に団体列車で、10月26日に臨時快速でラストランを行った。1000番台区派が入った SW9 編成、そして雲派105、506、区派104、506で編成を組む SW4 編成を連結した4両で運転した。ラストランが終了してからは、105系0番台検査時の代走で、SW9 編成とともに、紀勢本線を駆け巡っていた。が、2021年のダイヤ改正で、紀勢本線の105系が、すべて227系1000番台に置き換わり、105系の運用がなくなってしまった。ダイヤ改正の1ヶ月前に、105系500番台最後の、103系1000番台区間組み込み編成である SW9 編成が廃車。SW9 編成が廃車になったため、SW4 編成が105系500番台最後の生き残りとなった。そして2021年4月5日、105系500番台として最後まで生き残った SW4 編成が吹田総合車両所に廃車改装された103系1000番台として誕生してから約50年4ヶ月、103系1000番台及び105系500番台に終止符が打たれた。SW4 編成は多くの人々に見守られながら最後の花道を進んだ。